ここが実現できるのは事実です。好きな場所、好きな時間、好きな収入を得られるというのは事実です。僕も実際選べばそれを選ぶ。ただそれは楽しくないからハードワークしてます。今は今こういったことをやったりとかしてます。楽しくないから、数百万程度っていう言い方はあまり良くないかもしれませんけど、年収1000万2000万稼いで好きな場所好きな時間なんていうことをやったところで別にやりがいもないし、特に面白くもないです。だからそんなこと言ってるやつらは詐欺商材売ってるやつらだけです。見たことあるでしょ、詐欺商材売ってるやつらは。みんなそんなアプローチですね。シンガポールで悠々自適なとかで、彼らねシンガポール逃げてるだけですけど、裏側教えましょうか。年収1億程度だったらシンガポールドバイ行ったら鼻くそみたいな存在です。平民です。要は最下層の人たちです。だってそうでしょ、たった1億ですよ。日本だったらまあまあかもしれないですけど、シンガポール行ってドバイ行って1億持ってるってへーへーって言われるやついると思います？いないですよ。だから彼らは逆に苦しいですね。日本で商売できなかったから逃げてるんだよ彼らは。まあまあその話はどうでもいいか、っていう風で彼らは食えなくなったから方便使ってなんとか昔の残りかすで食ってます。全員が苦労してます。こういう好きな場所好きな時間でっていうのは人を騙して食ってるからですね。で何よりも、まあ、昔ね昔ラモさんもそういうブログを書いてました。自慢するものが本当に収入しかないんだ、子供に仕事何してるのって聞かれたくないってっていうライターさんたちがここにいる人たちですね。ほとんどがこんなことばっかり言ってるやつらです。それしか自慢することがないからです。しょうもないです。そうじゃなくて仕事に本当に価値がある、楽しい社会に対して価値が提供できるって思っている人たちはこんなの望みません。ハードワークにハードワークにハードワークを重ねます。その方が楽しいからですね。なのでこの世界でやっていくかやっていかないかを決めるんだったら、楽して儲けようと思うんだったら別のとこ行ってください。ここじゃないです。あるいは詐欺してください、どうぞ捕まってください、さよならです。ないんだってことです。ありません。あるいはもう株のチャートでも見てたらどうですか。株式投資一生懸命勉強してやったらいいですよ。人に会わずに誰ともまず家にいる好きな時間で稼ぎたいって言うんだったら株式投資やって稼いどいた方がよっぽどいいです。